回は、ベジタブルス改編とかいう野菜がメインの人気な章に対する読者の反応集を紹介します。よければチャンネル登録お願いします。それではどうぞ。トリコって肉とか魚がうまそうな印象だけど、野菜もすげえうまそうだよな。ベジタブルス界とかいう行ってみたいランキング上位に必ず入る場所。そもそも話の導入のために出てきた焼肉ヘルシーの野菜ですらすでにうまそうだったわ。スナックサンチュだっけ？昔サンチュを焼肉屋で試しに頼んだら結構いけたわ。味はあんまなかったけど、いつ見てもベジタブルス界の大根がうまそうよな。何度咀嚼してもシャクシャクしてみずみずしい大根だぜ。こんなもんうまいに決まってるわ。シャクシャクはまずい。さあ、シャクシャクさせてくれ。お前出てくるのが早すぎるわ。地球崩壊不可避で草。トリコおいおい、マジかよ。俺が食ってた野菜は何だったんだ。腐ってたのか。矢印これ。あのトリコがこんな畜生発言するのちょっと意外で笑った。焼肉ヘルシーの野菜あんだけベタ褒めしといてこの発言なのほんと草。ここのトリコほんとうまそうに食ってたよな。トリコ曰くこんな繊維と水分がずっしり詰まった大根は初めてらしい。グルメなトリコがこれほど絶賛するんだから間違いない。ベジタブルス界の見渡す限り野菜の絨毯はさすがに興奮したわ。この頃のトリコはすごいファンタジーで冒険してる感が出てて好きだった。顔がシワシワだった小松がキュウリ食っただけで肌がテッカテカになる世界やからな。小松味が濃厚で何もつけなくても程よい塩味と旨味が口の中に広がるんですよ。このキュウリ矢印これなんで塩味がするにゃ。ベジタブルス界の大地はウール火山の灰が氷結してできたものだから、その火山灰が塩味の要因なのでは。マシュマロかぼちゃがお菓子みたいで美味しそう。トリコがカボチャの名前知ってたってことは地上でも存在してるんだろうか。ポテトの泉が庭に欲しいわ。多分みんな思ってるぞ。これ考えた当時のキッズ天才よな。連載されてた1週間クラスのヒーローだっただろ。ブロッコツリーとか巨大ネギみたいなバカでかい野菜が出てきてロマンあったよな。中からサウザンドレッシングが出てきた矢印これ。めちゃくちゃご都合主義で草。オゾン層1枚で10億円もするのか。一流は依頼主だから別として、セツバーにお土産としてオゾン層10億あげれるのってトリコ太っ腹だな。なお披露宴サラダで出されたオゾン層だけで5000人前5兆円振る舞ってた模様。へ、エアの下敷きだけに5兆とか予算どうなってんの？全部自然界に自生してるなら猛者の美食屋が協力すれば集まりそうだけど、他の食材も必要だからな。IGO はゴッド量産できる技術力持ってるんだぞ。ゴッド以下の食材が量産できないわけない。マシュマロかぼちゃは1つ8万らしいな。オゾン層に比べたら激安だけど、一般的に考えると8万はかなり高級だよな。小松が100万を大金だと発言してたから、トリコ世界でもマシュマロかぼちゃは高級なのでは。上が高すぎてどこからが高級食材なんかわからん。でもマシュマロ1つ8万かとはなるよね。ベジタブルス界で固有名ついてた野菜がブロッコツリー、マシュマロカボチャ、オゾン層だけど、それ以外の名前がついてない野菜たちの価格はどんなもんなんだろうな。こればっかりは予想できんよな。個人的には最初食べてた大根が一番うまそうだと感じたけど、人それぞれだし。名前が付けられてない野菜も全部うまそうだよね。アニメ版のトリコのベジタブルス界で野菜食べてるシーン好き。テンポよく次々と野菜食べていってるのよかった。もうちょっと脇の野菜食べてるコマ欲しかったよね。本当にいろんな種類の野菜が自生してるっぽいし。ここ小松がセンチュリースープ作りで得た食材の声を聞く能力をフル稼働させてるのいいよね。ここばっかりは小松がいないとクリアできなかったね。これも一流会長の思惑通りなのかな。トリコ連れてきた途端に拒絶して防御モードに入るオゾン層本末さ。それが正常な状態なんだよな。小松の時は来てなのにトリコ来た瞬間の歯って感じは笑う。オゾン層だってエア食べた時に比較されて腐ってたのかとか言われたくないし。随分未来を見てやがる。これは納得せざるを得ない。絶対小松はこんなこと言わないもんな。結局二人いないと食うことができないんですが、ここのオゾン層何がしたかったんや。お前らのせいでこのシーンでオゾン層がトリコにせめてもの抵抗してるようにしか見えないわら。さっきからトリコがまるで悪者みたいに語られてるの面白すぎるだろ。本来二人いないと食べられないけど、この状態なら小松一人でも食べられてくれそう。
そもそもコンビ結成記念なのにフルコースに加えないって時点でトリコはオゾン層をあまり気に入ってないよな。オゾン層は俺じゃなくて小松を選んだ的なこと言ってたぞ。トリコ味わってみねえか小松？野菜がメインになる瞬間を空の小松とコンビ結成、なぜこの流れでフルコースに入らないのか。うんこの。つまり島ブーは矢のストーリー構想をこの時点で考えてたってこと？確かにこの流れでフルコースに入らないのはこの段階でトリコは矢を捕獲することが決定してたとしか説明がつかないから、まあ考えてても不思議ではないよな。じゃあなんでベジタブルスカイで出てきたブルーミトロのコードネームはペアなんや？ペアでよくないか？なんか考察始まってて草絶対そこまで考えてなかったやろ。この頃のトリコは杖してうめえしてるだけのただの紙漫画やぞ。てかトリコってなんで小松にコンビ申し込むのに何ちょっと照れて恥ずかしがってんの？リンとの結婚はあっさり OK してたのに。これほんま草コンビ伴侶だったんかな。結局最終回もリンを地球に残して小松と二人でいつ帰るかわからない宇宙に冒険しに行ってるからな。トリコ曰く裏のチャンネル使えば逆浦島効果ですぐ戻れるらしいから平気平気。でもトリコっぽい終わり方で結構好き。ベジタブルスカイ以外でもかなりうまそうな野菜が出てきてるような。キノコだけでも何種類かある。黒草とココアマヨネーズとかクリーム松茸みたいな味を掛け合わせたような序盤の食材もうまそう。ベジタブルスカイの野菜みたいに純粋に野菜としてうまそうな食材もいいよね。ベーコンの葉とか骨付きコーンとかいう小学生が考えたようなくっそうまそうな食材ほんま好き。実際小学生とか中学生が応募した食材が原案だしな。こんなうまそうな食材だらけの世界で好き嫌いするやつなんかおるんやろか。ベジタブルスカイの説明でどんな野菜嫌いも大好きになって帰ってくるってあるから普通にいるのでは。てかトリコたちがいい食材を食いまくってるだけで一般人が食ってるのは普通の食材だろ。これがその庶民飯らしいぞ。一話冒頭からこんなんぶっこんでくるの島ブーやってるわ。この時点でもうトリコの世界に引き込まれてたよね。普通のカニとかラーメンがこんなうまそうなんだもんな。ガララワニの肉を出せないの？1キロ40万でトリコ引き受けてたな。まあ全部食ってしまったわけだけど。地味にスカイプラントの道中に食ってた鳥もうまそう。丸焼きシリーズ好き。登るのに数日かかってたみたいだけどトリコのカロリー摂取量は間に合ってたんだろうか。ベジタブルスカイって結構あっさりしてたけどかなり印象に残ってるんだよな。脇の食材もオゾン層もめちゃくちゃうまそうだったよね。トリコの食レポ的にうまさよりも食感とみずみずしさが売りの食材っぽいな。この食レポで10億って言われたら割と渋いな。まあレベルアップ食材だし。ここで現れたブルーニトロがペアでよかったよな。気性が荒いやつだったら本編終了だったし。これも小松の食運ってことか。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。